今回紹介するのは、新薬とある魔術の金賞目録20、電撃文庫という本です。長い、熱い、熱い、新薬禁書20巻。いよいよ新薬とある魔術の金賞目録も20の大台に乗ってしまいました。旧約が22巻、SS が2巻。 SP が一貫劇場版特典文庫などの諸々の例外を除くとして金書シリーズは45冊も刊行していることになります旧約の一貫が2004年の刊行ですから今年で14周年ですね言うまでもなく非常に長いシリーズになっていますさて感想ですが今回は前巻と比べて内容が濃く 昔からの読者も楽しめる内容になっています舞台はイギリス10億に分裂したアレンスター意味がわからないの信仰によりロンドンは混乱に陥っていました上条一行は大悪魔コロンゾンを倒すため仕方なくアレンスターに協力イギリスに同行してきたという流れになっています内容はいつもの金書の通りかなり予測しにくいです あらすじ詐欺、褒め言葉とファンの間で言われているように、読んでいるとどぎもを抜かれます。ネタバレしない程度に内容を話すとして、今回のキーパーソンは強いて言わなくてもオルソラ・アキナスでしょう。オルソラにスポットが当たったのは旧約七巻以来ですが、久しぶりの出番は正直震えました。詳しくはネタバレになりますので書けませんが。 物語の中でオルソラのあり方を描いている地の文がありますそこは本当に考えさせられるものがありますこの世界で誰が本当に正しくて誰が本当に強いのか上条は自分の立場をわきまえてなおかつオルソラと向き合っていきますそしてアレン・スター全巻はなんかはちゃめちゃすぎて読者を小馬鹿にしているとしか思えないキャラクターでしたが 20巻ではそんな美少女となった統括理事長の苦悩が描かれています人間としての苦悩や煩悩に悩まされ続けたアレンスターーークローリー彼は人間臭いキャラクターの極致なのかもしれませんいずれにせよ20巻は文句なしの星語です全体的な内容も良くて 続きが気になって仕方ありません。なんだか長期シリーズ特有の成熟した暑さがあります。ここまで来たら最後まで読むしかありませんね。以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。